はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、翔ちゃんです。ということで、今回なんですけども、僕が最近ハマっているアニメを紹介したいと思います。そのゲームの名前は、ヘブン・バーンズ・レッドです。今回はこちらのゲームの紹介をしていきたいと思います。それでは早速喋っていきたいと思います。はい、ということで、こちらのゲーム、ヘブン・バーンズ・レッド、略してヘブバンなんですけれども、このゲームに僕がどうして出会ったのかというと、もともと僕はラブライブを見てて、楠木智さん経由で見始めたんですよね。そしてある時にテレビの CM や YouTube の広告などで出てきたんですけど、その時に出てきたキャラの声優がたまたま楠木智さんだったんですよね。そこから入ったんですよね。そこからまず入ってみたら、声優に大西あぐりさんと稲見杏樹さんがいて、あ、ラブライブの声優もいるんだって思って、そこから入りましたね。そこから今現在まで約1年ぐらいやっております。そして次はストーリーについてなんですけど、こちらは僕がヘブン・バーンズ・レッドのストーリーをまとめた動画を出そうと思います。もしね、興味を持ってくださった方はぜひ見ていただければなと思います。あとですね、ちょっと注意していただきたいんですけど、この動画はネタバレを含みます。ぜひそれにですね、気をつけてご視聴いただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ストーリーに関しては話しておりませんが、ぜひ皆様自身でご覧いただければなと思います。またヘブン・バーンズ・レッドの動画やそれ以外の動画もたくさん出していこうと思います。はい、ということで今回はこんな形で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。